済んだもんの。紬の香水レビューなのだ。今回レビューするのは武蔵野ワークスの野バラなのだ。日本語だと素朴で可愛らしい感じだけど、英語にするとワイルドローズなんだね。かなり荒々しいというか、メンズ向けでローズがガツンときそうな響きなのだ。実際のところはどう？ワイルド？野バラのイメージらしく、ちょこんと咲いてるお花って感じなのだ。小さな自然の華やかさを楽しむような穏やかな香りなのだ。それなら幅広い人が使いやすそうでいいね。淡い感じのラベルともマッチしてる感じだし。価格は 25ml で税込み3900円、 4ml で税込み790円なのだ。公式サイトによる香りの説明は、みずみずしくかすかなフローラル。前情報はここまで。こんな感じの順番でレビューしていくのだ。早速いくのだ。アクアケータスローズタスシトラスタスフローラルに感じたのだ。摩天楼オライトに使いやすくした雰囲気もあるのだ。アクア系の水っ気が主役の一つなのだ。トップからミドルを通してアクア系が続く。ちょっと珍しいタイプなのだ。勢いよく落ちる水にお花を近づけた時に感じるようなアクア的な。あとはお風呂の湯気っぽさもあるかな。何の香りって言われると何とも表現しにくいけど、嗅いだら水のイメージが浮かぶ不思議な感じ。人肌か、それよりちょっと冷たいくらいの水って印象のアクア系なのだ。壮大な滝とか波しぐきってよりは、フローラル感も合わさって手を洗ってる時とか、シャワータイムがイメージに浮かぶ感じなのだ。で、アクア系とフローラル系だけ切り取ったらそんな感じのイメージなんだけど、ローズが一歩引いた位置にありつつもやんわりと主張してるのだ。やや精油寄りの自然な甘みのローズって感じだね。グリーン系の要素もあって、ボディソープとかの甘いローズとは違う方向性だよ。フローラルはミゲ、スズランの香りがメインかな。洗濯洗剤にも使われてる香りで親しみやすさがあるね。レモン、シトラスがサポート役に入ってて、どこか摩天楼に似た要素を感じるのだ。レモンとローズだからね。こっちはカチョリが入ってないし、レモンのカッとくる酸味も控えめで癖が少なくなってると思うよ。ちょっとシトロネラっぽい花の奥でチリチリするような柑橘感も摩天楼に共通してるのだ。補足として、シトロネラはレモンっぽい香りの草だよ。パッと見その辺りに生えてそうだよね。摩天楼のバリエーションが欲しいなって人にも好まれそうなのだ。個人的には武蔵野ワークスの隠れた実力者に感じたのだ。シンプルながらうまくまとまってて結構好きなのだ。ローズ系がたくさんあって目移りしちゃうけど、他のローズにも負けないくらいの完成度なのだ。特に印象的な要素はこんな感じなのだ。トップはレモンからスタートなのだ。葉っぱ付きのレモンを思わせる爽やかな青々しさもあるけど、すぐ落ち着くのだ。グリーンが落ち着いても引き続きミドルまで活躍するんだけど、若干シトロネラっぽいチリチリ感のレモンに変わるのだ。シトロネラらしさが出てきた。ちょっと後からアクアノートが追いついてくる感じ。本格的に立ち上がってくる前のほんのりしたアクアノートとローズがシトラスメインのところに乗ってくる感じが素敵。ミドルに入る直前くらいが香りが特にうまくまとまってて、一度目のピークに感じたよ。ミドルはレモンが前面に出て、その後ろにローズとスズランがいる感じなのだ。それと重いところにじわーんとした酸味もあるのだ。いろいろなレモンっぽさがあって面白いのだ。ローズは中音域にいる感じ。柔らかい甘みがあって派手じゃない。自然なローズだと思うよ。ローズ単体でドーンと香る感じではないかな。他の香りとうまく強調してると思ったよ。スズランの香りはローズよりちょっと前、香りの中高音域にいる感じなのだ。全体的に強調はするけど、個々の特徴を維持してる感じなのだ。混ざって曖昧もこではないのだ。アクアノートはお花の香りと並んで主役級なのだ。香りのボリュームというか厚み膨らみを担当してる感じなのだ。蒸気っぽさがお花の香りに水っ気をプラスしてる感じなのだ。バスタイムとか水まきした後の水滴がついたローズ、スズランがイメージに浮かぶような気がするよ。お花への感触もモコッとした感じになってる気がするのだ。それのおかげでレモンのシャークさ、シトロネラっぽいチリチリ感が和らいでると思ったのだ。シトラス、アクア、お花の3種類がよくまとまっててポイント高い香水だね。ミドル後半になってくると、だんだん水っ気のある葉っぱみたいなグリーン系が出てくる感じ。ミドル中後半で全体的に香りが落ち着いてきたあたりが2回目のピークに感じたのだ。時間経過でレモンが抜けてくるとお花系が見えやすくなるけど、そこから少ししたらそれも抜けてく感じだね。あとには柑橘系の皮と、多分アクア系が薄れてスイカの皮っぽい香りが残る感じなのだ。アクアノートがちょっと強くなる感じなのだ。若干柔軟剤に力負けするくらいマイルドになる気がするのだ。距離にもよるけど、もともとはそんなにグイグイ主張するタイプじゃないから結構控えめに香る感じ。それとアクアノートのモコモコ感が大きくなって、シトラスのシャークさを少し柔らかくするような印象なのだ。と言ってもバランスが崩れるわけじゃないのだ。香りの変化の一つとして十分許容範囲のレベルなのだ。3、4時間で落ち着く感じだね。
拡散力は普通からやや弱めくらいに感じたよ。夏場はこれくらいが使いやすいかもね。猛暑の日はさすがに拡散力強めになるけど、全ての香水に言えることだから、特別この香水が暑さに弱いってわけじゃないのだ。お腹周りなら肉質くらいかな。暑い時は30分よりも多めになじませる時間取っておくといいかも。香りすぎるよりも香らない方がマシだから、一度一プッシュで様子見するのもありかもね。アクアノートが夏向けな印象だけど、広い季節で使えそうなのだ。アクアノートとシトラスがさっぱりした感じに作用するし、夏でも大丈夫そうなのだ。晩秋は草花が枯れるイメージがあるから、季節感的にちょっと苦手かもね。シンプルで飾らない雰囲気だし、少し上の年代でも大丈夫そうだね。ローズとミゲがいいね。アクアノート、柑橘系が苦手じゃなければ上の年代でも大丈夫そうなのだ。逆に香りケア用品とかでアクアノート好きなら年齢問わずで使えそうだね。さらっとさっぱりしてるのだ。アクアノートとレモンが頑張っておもりの役割になってる感じなのだ。どっちもそんなに重くない系統の香りだし、全体的に軽やかなのだ。ちょっと疲れてる時とかでもつけてて苦しくならないと思うよ。持て余しにくいローズ系だと思うのだ。日常に馴染むというか、そんなに主張が強くないのが持ち味なのだ。ローズと一言で言ってもいろんなタイプがあると思うけど、これは精油っぽい自然さのあるローズなのだ。気温とかの条件ではローズがちょっと隠れ気味になるかも。豪華なローズを他の要素が引き立てるタイプが欲しいならちょっとターゲットから外れると思うけど、デイリーでつけるならこれくらいの方が落ち着いていていい気もするよ。使われてるのは日常にありそうな香りが多いけど、香水らしい組み合わせで何かつけてる感じは出るかもだね。一つ一つ香りを抜き出すと、洗濯用品とか匂いケア用品で見かけるような系統の香りなのだ。でもやっぱりそこは香水なのだ。フレッシュ感やみずみずしさで何かつけてる感じになると思うのだ。つけすぎなければ普通にオンタイムでも大丈夫なくらいだと思うけどね。あくまで石鹸系とか使いやすさと他のと比べると香水らしさがあるかなってくらい。派手、豪華なローズじゃないから結構広い範囲で使えるかもなのだ。控えめな奥ゆかしさがいいのだ。日常の延長線上にある感じなのだ。さりげなく飾らない印象だし、軽いお散歩とか買い物にも良さそうなのだ。メインターゲットは女性って感じの雰囲気だけど、アクア系とシトラスでメンズでも大丈夫そうだね。フローラル感があるけど珍しいタイプの香りじゃないし、シトラスも効いてるから男性がつけててもって感じ。メンズがつけるなら中性的、あるいは爽やかな雰囲気を出したい時に向いてるかもなのだ。ストロング、タフガイ、どっしりした重厚な雰囲気を出したいなら苦手かもなのだ。ノバラってどんなイメージか湧かなかったけど、意外と使いやすくてびっくりしたよ。日常使いに隠れた一品だと思うのだ。アクアノート苦手じゃなければ試してみてもいいかもなのだ。香水の紹介は以上なのだ。ご視聴ありがとうございました。